は、マシオは、海上保安庁の測量船。交渉船系は27メートル型。同盟の測量船としては3代目になる。海上保安庁では、本庁の内部部局としての海洋情報部とともに、地方支部部局である管区海上保安本部にも、それぞれに海洋情報部を設置しており、これらの管区海洋情報部でも、沿岸。 港安の測量のための小型測量船を保有している。平成2年度計画からは和シオ方が建造されて、そのネームシップは第三管区海上法案本部に配備された。その後、2020年東京オリンピックの開催が決定されると、海上周辺海域を管轄する第三管区海洋情報部では、沿岸部を重点的に調査する必要が生じたが、和シオは、 すでに四半世紀に達しようとしており、装備面でも不足が指摘されていた。このことから台船として建造されたのが元船である。設計は、基本的にはことなみ型巡視艇をベースとしており、外見上の際は、船首の干渉材や操舵室の窓の数、暗視装置の有無といった、さまつな点に限られるが、内部の構成は大きく変更されている。船体は、高張力構成。 上甲板及び上部構造はアルミニウム合金製として軽量化が図られている。通常高高速力約17ノットを得るため、手機はディーゼルエンジン2機2軸となっている。また測量観測時には低速高高を長時間行うことから、スリップ機能不減速機により長時間の低負荷運転へ対応している。観測室の後方から曝露甲板に出ることなく機関室に、 アクセスできるようになっており、公開中の安全性が向上している。また、機関の操作及び監視は操打室の操船本ソールで行うことができ、機関室内は無人とすることができる。なお、本線では、全級よりも線形を拡大して、対抗性が向上し、八丈島家を除いて、第三管区海上法案本部管内のほぼ全域で行動できるようになった。 無機構での1週間の行動が可能になっていることから、このような長期間の調査にも対応できるよう、居住性の向上が図られている。また、女性の乗船にも対応している。推進測量のため、本船では、中船海用の CW7160 と、旋回用の CWE ド T50R と, T R と統合し、さらに、海上測位装置なども連接した。 マルチビーム音響促進機を装備した。第三管区海上法案本部の管轄海域の海底は、駿河トラフや相模トラフ、東京湾海底国など、水深の深い海底が海岸線近くの沿岸域に分布しているにもかかわらず、管区海洋情報部の小型測量船では、船海域しか対応できないため、これらの水深が深いところは、 本庁所属の測量船を頼らざるを得なかったが、本船の配備によって、独力での測量調査が可能になった。なお、ことなみ型では、複合艇が搭載されていたが、本船では、仙台は、マシオと同様に FRP 製のハードタイプの測量艇が搭載されている。これは、全長5.6メートルのヤマハベイフィッシャー19型で、多摩川の川口域など、 土砂が堆積して日々状況が変動する浅瀬などの測量に用いられており、取り外し式の旋回用マルチビーム促進機を装備できるようになっている。ありがとうございます。